ヘルムート・バーガーは、オーストリア、バート・イジュル出身の俳優、ルキノ・ビスコンティ監督作品で有名である。ビスコンティ・ナキアとは、自身を、私は、ビスコンティの未亡人と呼んでいた。若い頃に、イギリスやイタリアに留学していたため、ドイツ語のほか、英語、イタリア語、及び、フランス語に堪能である。なお、バーガーという日本語表記は、英語読みに近く、ドイツ語では、ベアガー、または、 ベルガーに近い。ホテルの経営者の一人息子として生まれ、後取りとして、運営等のノウハウを身につけるために、ホテルの専門学校へ行かされるが、飲食文化には興味がなく、子供の頃から俳優になることを夢見ていた。芸能界に入ることに大反対の父親と折り合いが悪く、10代半ばで家を飛び出し、演技の道を志して、ロンドンへ渡る。同地で、 レストランのウェイターなどのアルバイトしながら演劇学校に通い演技や演劇の基礎を学ぶ後に有名になってからも信仰を結ぶこととなった SSW キャットスティーブンスらの有名人の家はヒッピーに解放されておりそこでヒッピー文化の影響を受けたその後バーガーはイタリアへ移りペルージャ大学に通ったさらに彼はローマへ移った 大学在学中の1964年、クラウリア・カルディナーレ主演の熊座の淡き星影で、たまたまトスカーナ地方のロケに来ていたビスコンティラの撮影現場に居合わせた。監督はギャラリーの一人に過ぎなかったヘルムートに目が留まり、寒い時期の撮影だったため、助監督にマフラーを持って行かせたが、これが運命的出会いであった。 会食がきっかけで数ヶ月後に彼はビスコンティの邸宅に呼ばれ、66年には華やかな魔女たちで本格的なスクリーンデビューを果たすこととなる。無名のヘルムートはホテルの従業員という役を与えられ、その後彼は徐々に仕事を増やし、67年にヤングタイガーでは初主演を果たす。ただし、この映画は若手の新人を集めただけの単純な青春コメディであり、 ヘルムートにとって最初で最後の青春系アイドル映画の出演だった。その後数本の映画やテレビ映画に出演した後、バーガーは再びビスコンティと組んだ単美派的映画、地獄に落ちた勇者どもでスター街道を歩む。同作品ではイングリッド・チューリンラと共演した。地獄にの撮影時は完璧主義者で有名なビスコンティはヘルムートに何度も NG を出したという。 特にあの女装シーンでの歌と踊りで、マレエネディートリヒを完璧にコピーできるように要求したという。そんな苦労が実ったのかディートリヒ本人から、じきじきの手紙をもらったと自助伝の一日に記されている。ヘルムートいわく今でも、その大女優からの手紙は取ってあるという。この映画を見たビリー・ワイルダーは、全世界の中で、ヘルムートバーガー以外の女には、興味がないと評した。 バイセクシュアルのヘルムートと同じくバイのビスコンティの中は公然のものとなった。ヘルムート曰くビスコンティを誰よりも死として尊敬し、時に父親以上に父親的な存在であり、そして恋人でもあったという。ビスコンティはヘルムートに様々な文化的素養を身につけさせ、レナード・バーンスタイン、マリア・カラス、ルドルフ・ヌレイフなど多くの文化人に合わせた。一方で、 ヘルムートを理解しようとビートルズを自宅に招いたこともあった。ビスコンティは嫉妬深くヘルムートの夜遊びを規制した。あまりの関係の深さにヘルムートが姉として慕っていたロミー・シュナイバーからはバーガー嬢あるいはバーガー夫人とからかわれたほどであったという。生活後輩の後テレビ進出、編集、ビスコンティの死後、ジャッロ映画映画などに出演するが、 こういった映画と現場には馴染めなかった。しかし1970年代の映画界には、ビスコンティのような、豪奢な芸術作品を再び作る力は、なくなっていた。ヘルムートにとって、ビスコンティの死は大きな痛手となっていて、アルコールに手を伸ばし、すさんだ生活を送る。ライナー・ベルナー・ファスビンダーからのいくつかのプロジェクトへの、誘いアメリカ映画、アイズのオファーも断り、1977年には、 自殺未遂を図っている。ヘルムと曰く、あれほど心から僕を愛してくれる人はもう二度と現れないと泣いたという、ウルスラアンドレスなど、友人の支えで何とか生き続けることとなった。その後映画のみならず、フランスやイタリアで、テレビの仕事もするようになる。フランコネロと共演した、イタリアのテレビ映画、ダンツヒノバラや、フランスドイツスイスのテレビ局と制作会社の共作で、 クロード・シャブロールなどが監督、ジョルジュ・ドルリューが音楽を担当した、テレビのミニシリーズ、ファントマに主演。しばらくは、アメリカとヨーロッパを行き来する生活が続くが、ビスコンティ時代のような映画には出なくなる一方で、新たなイメージ開拓を模索する。テレビ出演で、最も米欧の話題に上ったのが、1980年代に、進出したアメリカの人気テレビドラマ、ダイナスティのレギュラーだった。 役の候補には他に、アランドロン、フリオイグレシアスがいた、当初気乗りせず、断ったのだが、推薦者であり、親友のウルスラ・アンドレスの説得で出演を承諾した。ヘルムートは、ハリウッドで窮地のジャック・ニコルソンや多くのセレブリティ、ソーシャライトの大歓迎を受けた。しかし制作側は、彼の派手な夜遊びを、スキャンダルになるとよく、思わなかった。また本気で取り組んだにもかかわらず、 制作スタッフと折り合いがつかずに結局、降板してしまい、使いづらい俳優のレッテルを貼られてしまったという。後年、この、ダイナスティの思い出を、泣きながら、セットに入り、笑いながら、銀行に行ったとあくまでも、金のための仕事に過ぎなかったと自重している。数年後、大作、ゴッドファーザーパート3に出演する。フランシス・フォード・コッポラは、ヘルムートのファンだった。通常と違い、 ハゲカツラをつけての地味な吹契役に挑んだ。出番が少ない上に、アメリカ人、スタッフ、俳優と折り合いが合わなかった。英語が下手だと言われたり、扱いのあまりの酷さに憤慨したという。しかし、公開当時、この意外な配役は話題になった。1992年、マドンナのシングル、エロピカのプロモーションビデオに出演した。1993年、 ルードイヒ1881で21年ぶりにルートビヒ2世を演じたビスコンティ作品では描かれなかった晩年のエピソードに絞って描いたこの映画でバーガーは実際のルートビヒ2世の没年齢の40歳よりすでに遥かに年上であったが演じ組と存在感のある演技を見せた1994年11月19日イタリア人の元プレーメイトで ライターのフランチェスカ・グイダートと結婚した。後に別居したが、離婚はしていない。1998年に自助伝、一匹を発表する。老いたちから親しい友人の話、ビスコンティはもちろん、人生を時には皮肉っぽく、そして過去を赤裸々に語ったことで本国では話題になった。1990年代後半以降は、出身地、オーストリアや隣国ドイツで頻繁に、 テレビのトーク番組にゲスト出演していて、セキュララなトークと毒舌ぶりで知られている。2007年、ベルリン国際映画祭で、これまでの功績に対し、特別テディー賞を受賞。半引退状態に、編集2009年に母親が亡くなるまでの約10年間を、主に故郷のザルツブルクで過ごし、ほとんど俳優業からは退いていた。2010年6月に、 イタリアのメディアのインタビューで、私は80本の映画に出演して、今は1ヶ月200ユーロの年金をイタリアからもらってるよ。と告白した。カレイビスコンティから生前にもらったものはすべて使い果たしたそう。友人の家を転々とする毎日を送っていたという、ビスコンティの死後、遺言状は結局見つからず、ヘルムートはビスコンティの遺産を相続してはいない。カムバック。 編集2010年代以降、再び国際的に上映される機会の多い、ヨーロッパ映画への出演を活発化させた。同時に、メディアへの露出も増え、話題に上ることも多くなった。2012年秋、ドイツの出版社から大型愛蔵版、邪神集権時伝、ヘルムートベルガー、アインレーベン・イン・ビルダーンが出版された。 2013年1月にはドイツで高視聴率のリアリティ番組に出演。同年6月にはザルツブルグの自宅が盗難に遭い、宝石類やアンディアオーホールやロイリー・キテンシュタインの絵画など100万ユーロ相当の被害であると報じられた。2014年、セイント・ラーン、サンローランで晩年のイブ・サンローランを演じ、話題になった。2015年にはこの作品の出演への反響から、 1998年にドイツ語圏で出版された辞典がフランス語に訳され、サンローランの電気映画撮影に関する箇所を追加し、ヘルムート・ベルガー、オート・ポート・ロットのタイトルで出版された。2014年に映画で知り合った36歳年下の男優、フローリアン・ベスト2015年にスペインのイビサで結婚式を挙げた。この結婚には議論があり、まず、 フランチェスカ・グイダートから重婚であると抗議された。また、結婚式自体は、形式的で正式なものではないという報告もあった。2015年には、バーガーの日常生活を赤裸々に描写したという、ドキュメンタリー映画、俳優、ヘルムート・バーガーが制作された。この作品はスキャンダラスな興味を喚起させたが、作品中でのわいせつ行為が理由で、ベストの関係は終わりを迎えることとなった。 2017年、ピアニストのアレクサンドル・タローのアルバム、バルバラに参加した。このアルバムは、シャンソン歌手バルバラへのトリビュート作品で、ヘルムートは、パリとゲッティンゲンで語りを担当した。2018年、ベルリンのフォルクスビューネ劇場において、カタルーニャ出身の前衛映画監督、アルベルト・セラの演出、イングリッド・カーフェン共演によるリベルテで73歳に、して、初舞台を踏んだ。 ドキュメンタリー、編集舞台、編集ミュージックビデオ、編集1985年に一度だけ来日したことがある。当時発足したばかりの東京国際映画祭に招かれての来日であり、その時に小森和子と対面した。小森はヘルムートの印象をとても紳士的だったと語っている。その時のメインイベントの一つとして6月5日6日に東京都体育館にて、 世界映画人チャリティーテニストーナメントが開催され、マリアシュナイダーラと共に出場した。ありがとうございます。